小坂さんがおっしゃる通り1回でも打順を多く回したいという、そうですよね、はい、ベンチの狙いがあるわけですけれども、はい、やはりそのためには高橋周平どうしても警戒されるバッターですので、はい、前後のバッターがね、あの結果を残せるかどうかというのがやはり今年の東海大甲府の一つ大きな、ありますよね、なんですけれどもね、はいはい、そういう点ではやはり1番で堀内、またこの後4番で出てくる中澤、5番入倉、この辺りのバッターが成長してきたのは大きいところです、はいはい、この辺りはあまり長打というものは出ていません。まあ、単打でつないでチームバッティングに徹しているという姿が見受けられますが、まあ、それでも練習試合も含めた高校通算の本塁打数は56本、まあ、プロの数球団のスカウトが毎試合のように球場に訪れてその動きを動向を気にしています。やはりあのボールを捉えるポイントは非常に素晴らしいですよね、はい、大きいですよ。ここは逆方向へ伸びていく打球、入った、素晴らしい当たり、上段に運んでいきました。大会第、さあそして、まあ、1年生ピッチャーとしてはこれも一つ大きな試練となるでしょう。高橋周平との対戦です。先ほど第2打席左バッターがレフト上段へのホームラン、解説の保坂さんも見たことがないというような打球でしたけれども、素晴らしい当たりでツーランホームランを放ちました。まあ、この高橋は話します、まあ、プロのスカウトからも注目されて多くの人から注目されるのは嬉しいこと、しかし僕はまだその注目されるのに値する結果をチームでは残していないんです。だからこの春も絶対に関東に行って、そして夏は甲子園に出て全国の舞台で活躍する、それが、まあ、これから先を優勝に向けてあと2イニングというところまで来ました。さあこの回の先頭バッターは3番キャプテン高橋周平です。この高橋は去年の秋の大会も大会を通じて5割7分9厘という高打率を残しています。ここは打ち上げてしまいました、高いフライ、風に注意したいところですが、セカンドの武田がしっかりと使います。